国民の皆様おはようございます。愚民と当てる陰陽道でございます。まあ今日は暑いですね。失礼します。おはようございます。今日は暑いですね。まあ今日は今日は何日かと言いますとですね、8月26日木曜日でございます。今日も休みになりまして、まあ、やっぱり休みが3日間続くと、この3日目はですね、何をしていいかわからなくなってしまいますね。まあそういうことで、頑張っております。まあ今日はですね、このように青空ですね、まさにね、台風が過ぎ去った後でございまして、まさに青空でございますね。で、今日もこの熱帯でございますから、日本はもう熱帯でございますね。もう熱帯地方でございますから、どうやって過ごすかということですね。まあ、生存第一ですからね、よろしくお願いいたします。まあ、この動画をパソコンにアップロードできればいいんですけども、ちょっとそこら辺まだ不可思議なもんですから、まあちょっと失礼いたしますね。ここで国の皆様見えますか。どうも。まあやはりこの9月もまたこの熱帯が続くと思いますから、まあアパートに入っても水分補給とですね、あと寝るということが大切ですね。水分補給といかに部屋の中を冷やしていくのかと。私の場合はスーパーマーケットでですね、魚を買ったら冷やすための、氷剤機があるんですね。この氷がどんどん出てくる、このくらいの氷ですけどね、それをまあこのビニール袋にですね、たっぷりといただきまして、まあ、それをアパートに帰ってきましたら、このバケツの中に入れてですね、少しでも自分のアパートの部屋を冷やすように知恵を絞って努力しております。まあそういうことで、今日も暑いですが、まあ9月も暑い、まあこれで頑張っていきましょう。国民の皆様、生存第一です。特に夏風邪には気をつけなくちゃいけませんね。長引くようでございますから、夏風邪に気をつけながら、病気に気をつけながらですね、生存第一。そしてたまにですね、叫ぶということも必要かと思いますね。腹からのエネルギーを出せば力も出ます。あとは玄米発酵乳酸菌を飲んで、今日も一日元気でいきましょう。それでは国民の皆様、失礼いたします。